ケンタは絵はあかんっていう話やったけど、はい、うん、まあ、同じ芸術でも音楽はどうですか？歌とか。まあクリスチャンやと教会でこう歌う機会とかも多いし、うん、まあ、ゴスペルとかもちょっとだけやけどやってた時期もあるから歌うこと自体は好きやな、うん、でもこうあのね、姉と弟がいんねんけども、うん、2人ともめっちゃ歌うまくて、まあ、ピアノも弾けるし音楽ができるんですよね。でなんか僕はピアノも弾かれへんし歌もそんなにやから、うん、まあ、昔はコンプレックスあって苦手やったな。へえ、じゃあ音楽の授業とかも苦痛やったってこと？あ、でも不登校やったから授業受けてないもんな。いや今分かってて言うたやろ絶対完全にいやそんなことない分かってたやろ。いやでもな、小学校2年生まで行ってたから学校。あ、なるほど。でまあやっぱりあの音楽の授業はもうちょっとは受けたのね、うん、リコーダー吹いたりとか、はいはい、めちゃくちゃ苦痛やったほんまに。こうリコーダーがうまく吹けへんくて、うん、友達と2人で居残りさせられたの覚えてるわ。なるほど、ね、なんかすごいそれがトラウマで未だになんかちょっと、でも2年生ってまだ俺ハーモニカやったで。3年からリコーダーに変わったで。いや分からんけどリコーダー吹いてたよ、うん、ハーモニカやったんかな。でもとにかくなんか残らされて、うん、吹かされてすごい嫌やったの覚えてる、うん、なんかそういうのもあって音楽ってなんか苦手やなと思ってたけど。へー、フィーチャー音楽どうなの？俺はね、なんか知らんけどテンプの際めっちゃ歌うまくてクラスでもめっちゃ歌うまい子の一人二人みたいな。めっちゃ自分で言う。そうだね、ほんまに、うん、いつも先生うまいなって言われててんやんか、うん、びっくりするぐらい、うん、だから人前でこう歌うとかも全然苦痛じゃなかったし、うん、まあ、そうやね、なんやろうな、ほんまね、神様感謝みたいななんかこう、じゃあ聞く方は音楽聞く方もだから聞くって言ったら、だから自分が歌うためにカラオケで歌うために聞いてたね、若い頃はね。練習が、そうそうそう、ミッシュルとかスピッツとかサザンとかね、前、うんうん、の聞いて自分でビーズも好きやったね、うんうん、歌うっていうね、なるほどね、感じのことしてましたけどね。まあまあそもそも音楽好きじゃなかったらこんな番組やってないよね確かにそうね、まあね、うん、まあジーザスを伝えるために音楽やってるって人もね多いし、うん、まあそういう番組ですからね、これは、うん、やっぱりそんなゴスペルをね紹介して応援していきたいなと思うんですけど、ね、まあケンタもやったらちょっと何を弾き語りとかここで、うん、そのまま流して。いやいや、もうどんな罰ゲームやね、恥ずかしすぎるやろ。いや、もう罰ゲームで、なんでやねん。 CD 作れたら大変やからさ、ここでとりあえず歌作って。そう嫌すぎるやん。ここの音間違ってるよとかさ、やめて。チェック入れる。いややな、感じ悪いな、ピッチおかしいです、やめてほしい、リズムもおかしいです、最悪やん。もうそんなんやる、なんでそんなんやらなあかん。だって体を見せたい言うとってん。見せたい、そら見せたいですよ。裸で何、腹筋割れたの見せたい言うてて、見せたいですよ。体だけじゃあかん、やっぱ声も。なんでやねん、聞かさない、歌声も聞かさない。それはまた別でしょ。いやもうね、なんか、うん、そういう恥ずかしいでしょ、そのなんか体見せるだけやったらいいけど、うん、こう真剣になんかこう歌ったりするの恥ずかしいみたいな、まあ、なんかふざけてなんかこうやったりするのはいいけど、うん、なるほど、真剣に歌うのとか恥ずかしいですよね、やっぱりね。まあね、うん、リスナーの方でもいい、そういうアーティストね、特にゴスペルアーティスト知ってる方がいたら教えてください、うん、ぜひぜひね、まあ、うん、ケンタのように弾き語りで生演奏してくれてもいいんですけどね。だからやらへんって。